Hey guys, how are you doing? I'm Takashi from Japan. Today, I'm going to interview Steve Kaufman. He's a polyglot. Of course, like he speaks Japanese very well. He has experience living in Japan. So today, I ask him what is the most important thing to learn the languages. Okay, let's find out today. Okay, let's get started. はい。さっきまでなんかちょっと英語で話してたんで、なんか違和感がありますね。日本語だと。何でもいい。じゃあ、僕の登録者の方たちが、日本語を学んでる方がすごい多いんですよね。はい。日本に来たい、方たちだったりとか、実際に日本に住んでて、日本語を勉強してるって方たちもたくさんいて、はい、で、スティーブさんはいろんな言語を話されると思うんですけど、実際に日本に住んだことがあると。待ってます。はい、そうですね。はい。はい。僕はね、まず中国語を勉強したんですよ。それはね、はい、68年ですね、香港で、僕はカナダの通産省に行ったんですよ。で、その後はね、僕は日本にトランスファーされたんですよ。で、漢字が読めるから、それはね、やはり日本語の勉強においては非常にもう有利なんですよ。意味が大体わかるんですよ、漢字の。だから、なるほど、うん、ひらがな、カタカナだけ、もちろん勉強しないといけなかったんですけれども、うん、それで、しかし、漢字がね、それが非常に大事だと思うんですよ。日本語の勉強においてはね、漢字。うんうん、なぜかというと、言葉の勉強においてはですね、読むことが非常に大事なんですよ。まあ、聞くことと読むこと。で、うん、漢字読めないと、日本語読めないんですよね。というか、慣れるまでにはね、非常に時間がかかる。だから、たくさんたくさん読まないといけない。じゃないと、大した会話できないんですよ。日本に住み始めてから、実際、まあ、今のように、日本語を、まあ、問題なく使いこなせるようになるまでは、どれぐらいかかりましたか？おー、どうでしょう、5年。5年。ですが、言葉を使うときにですね、常に進歩してるわけですよ。もちろん、1年以内にですね、例えば商売上の会話できたわけですよ。はいはいはい。できた。だけども、僕は覚えてますけども、日本の例えばテレビ番組ね、それを理解できるまでには5年かかったわけですよ。その背景わからないでしょ。その環境がね、自分がこの、その経験したことないから。だから、もう、それこそこの言葉だけで理解できるわけですけれども、日本人はその言葉だけじゃなくても、大体、その人がどういうふうに反応するかっていうのは予測できるわけでしょ。常にいつもいつも少しずつ良くなる。日本、例えば何も日本を知らない人はね、じゃあ日本に1年行きますと、それじゃあ1年以内には流暢に話せると、それ無理ですよ。かなり、ある程度の水準がないと、そんな会話っていうか、意味のある会話できないわけですよ。だから、まあそういう意味で、日本に住んでてもたくさん聞いたり読んだりしたわけですよ。なんか先ほどおっしゃってたように、言語、言葉だけじゃなくて、その国だったりとか、そこに住んでる人たちのバックグラウンドとか考え方とかを知ることもすごい大事になってくるんですね。そうです。それはやはり英語で読んでも意味ないんですよ。それはその国の言葉で経験しないと無理ですよ。なるほど。だから、日本行ったら、この敬語がこういうもんだと。理解しても理解できないんですよ。それは経験したことないとですね、日本人はどういうふうにその敬語を使うのか、どういうふうにお互いに反応するかっていうのは、それは英語で本でそれ説明してもらってもあまり効果ないんですよ。それは自分で経験しないとなかなか感じないんですよ。やっぱり日本に行かないとそういうことって経験しづらいと思うんですけど、僕の登録者の多くがやっぱり海外に住んでるんですよね。それでそういう限られた状況の時にどうやって日本語を学ぶのが一番効率がいいかっていうのを、で僕もそれを考えてて、僕もアメリカとか行ったことないんですけど、英語を勉強してて東京で、でそれを常に僕も考えている状態で、スティーブさんのそれについての意見を聞きたいです。いつでも僕同じその戦略なんですよ。たくさん聞いたり、たくさん読んだ。だから何よりも、もう聞くと読む。そして
脳が少しずつ少しずつその新しい言葉に慣れてくる。まあもし日本人の友達がね、その住んでるところにあれば、まあそういう人たちと夜、まあ、飲みに行ったりとか食事に行ったりするのもそれもいいんですけれども、いつでもできるっていうのは聞くこと、読むこと、それが大事なんですよ。言葉良くなるだけじゃなくて、その自分のビヘイビアももっとこの日本に近づくことに、はい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 、というのは言葉を勉強するというのはその他の文化の真似になるわけですよ。言葉というのは文化の一部ですから、日本語を使うというのは日本の文化の一部を真似してるわけですよ。なるほどなるほど。先ほど聞いたりとか読んだりするのが大事ってことをおっしゃってたと思うんですけど、どういうコンテンツを使えばいいと思いますか？例えば今だったら、まあ、Netflix とか、まあ、本とかもありますし、まあ、ラジオとか音楽とかいっぱいあると思うんですけど、スティーブさんはどういうものを一番効果的だと思いますか？僕2つの段階があると思うんですよ。最初の段階は非常にもう同じ言葉に何回も何回出てくるようなそういう簡単な内容、それをもうたくさんたくさん繰り返して繰り返して聞く、その語彙も繰り返してパターンも繰り返して少しずつ言葉になってくる。それは第一の段階ですね。それほど面白くないけれども、たくさん繰り返して繰り返しがあるからその脳がその新しい言葉に慣れてくる。その次の段階は今度じゃあ面白いな、まあ、それは何でもいいんですよ。だから第一段階はまあまあつまらないものを何回も繰り返して繰り返して読む、語彙を増やす。そのある程度脳がその新、まあ、日本語なら日本語に慣れてきた時点で、今度じゃあ新聞なら新聞、 YouTube なら YouTube、 ポッドキャストならポッドキャスト。日本語を勉強する方に向けて何かアドバイスとか何かメッセージとかってありますか？メッセージはね、はい、できるだけもうエンジョイしてください。おお、エンジョイ。楽しく。だからまあ最初の間はですね、ある程度簡単な内容、さっき言いましたように繰り返して繰り返して、うん、まあ、要するしかないんですけれども、できるだけ早く自分が面白いと思う内容、それを使ってください。そして日本人と一緒に会話なんかを互いにするときに、ね、そんな自分に対してですね、批判的な態度を取らないでください。ミスしても分からないこともあってもいいし、何でもいいからもうエンジョイしてください。積極的な態度でですね、覚えやすい、すべてこれ脳がハッピーだから覚える、エンジョイするなら続く。でその継続するのが大事なんですよ。っていうのは言葉の勉強というのはそんな3ヶ月間でできるものじゃないんですよ。確かに、うん、特に日本語の場合はスペイン語は早いと思うけども英語の話せる人にとってはね、日本語はもうその3倍も4倍もかかる、うん、しかしもうだエンジョイすれば続くすれば最終的には目的達することができます。じゃあアニメ好きな人はアニメを使って勉強したらいいし、そうです。音楽でもいいし、Netflix でもいいし。そうです。やはり、だいたい Netflix のシリーズの場合はいつも同じ人と一緒になるわけでしょ。家族なら家族。確かに。非常にいいわけですよ。また毎晩なら毎晩、1週間1回こうまた会うわけでしょ。彼らの生活をフルするでしょ。はいはいはい、だからそれは非常に僕、言葉の勉強と文化のその吸収が非常にいいと思います、Netflix、そういうシリーズ。いくらストーリーがバカであってもですね、バカなストーリーが多いけども、それは文化の一部ですから。確かに、僕もフレンズ見てたんですよね、英語勉強してるとき、はい。あれは確かに、なんか本当に今まさに言ったように、毎回同じキャラクターが出てきて。そうです、そうです。自分の家族みたいなもんですよ。ああ、確かに、なんか友達みたいな感覚になりますね。そうです、そうです。で、友達であれば、その言葉を勉強したいわけです。あ、ポジティブな感じがあればもっとよくできるわけですよ。出るわけですよ。勉強したい。なるほどなるほど。継続が一番大事なんですね。楽しんで。そうです。ありがとうございます。僕も英語学習者としてちょっとそれを肝に銘じておきます。OK。どうも。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、以上で。OK。いいです。Thank you so much.
Not at all. So now your subscribers, can they follow in Japanese or are they? I'm gonna put English subtitle. Okay. Yeah. No, it's an interesting subject. Fundamentally, Japan hasn't changed. I mean, it's the same country, it's the same people, but it's much more open, and people are more flexible, and people are more aware. Like, don't forget, the 70s was only, you know, 25 years after the war. But now it's more open, and Japanese people, you see them everywhere. They're out in the world, they're discovering the world, and it's easier. The relationships between Japanese people and foreigners are easier today, and they were more tense. There was a certain tension, say, in the 70s. Yeah. One thing that I was interested in, I was thinking it's super cool that you saw 70s, 80s in Japan, and you came to Japan 2 years ago. So you saw change half century, I guess? Yeah. I prefer the Japan of today. Oh, really? I prefer. And whenever I hear Japanese people say, oh, the young people today, they're whatever. No, in fact, they're better because they were more uptight in the 70s, people in general. That's my impression, more uptight, I got image of 70s, 60s, 80s people work hard, every day, for Japan, for the country. And there were things I can describe, in our office. So I was in an office, Canadian company, we had Japanese employees. And the kacho would sit at the end of the desk. If the phone rang, the office lady had to come from the end of the table and pick up his phone for him. Why wouldn't you just pick up your phone? It's right there. And then every time he wanted a coffee, he would call for a coffee. So I said, we're going to put a coffee machine in the office. And if you want a coffee, go and make it. That's more effective. Yeah, that's more effective. Yeah, yeah. So, you are going to destroy. You don't understand. You're going to destroy the morals of the office. Okay? That was the 70s. Yeah, that would happen in Japan. Wouldn't happen today. Yeah. No, maybe today in Japan, I haven't been in a Japanese office for a long time, but maybe the kacho is a woman. I don't know. I think a lot that has changed. Thank you so much. Okay, thank you. I enjoyed it. See you. Nice bye-bye. See you next time. Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. Thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. If you have any question that you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time.